誰だ貴様ら。よう、カイウォッチ。はい、早速一滑りぶちかましたところでやっていくぞ今日も。今回も妖怪ウォッチパート5か。でね、みんなにねちょっと一つ言いたいなと思って、今日さ、この目的の町の結界を元に戻そう、びっくりエクスクラメーションマークみたいなのあるじゃん、これを一旦で無視して、ちょっとなんかサブのストーリーとかクエスト的なのをやっていきたいなと思ってんだよ。で、御用田さん、ギオチ捜査官、任務ご苦労。新しい星の情報入ってるぞ。いいね、星。その星の情報欲しい。もうこういうのやめよう。耳の穴かっぽじって聞け、よーく聞け。奴の名前はイワクちゃんだ。お、どこのご当地いるキャラかな。タレコミによればイワクちゃんは9月7日までこの町にいるらしい。桜ニュータウンのゆるキャラかな。さあ行くのだ、気持ち捜査官。この町の平和を守るために。お前も動けよ、少しは。雨濡れるぞ、傘持ってきてやろうか。じゃあとりあえずなんか適当なところ、そうだな、このさ、赤いピンついてる、下のマップの赤いピンついてるやつは多分ダメなんでしょう、きっと。これ進むんだよね、普通に。だからちょっといろいろカットするわ一旦。お、いた、なんかこれ怪しい。この青いマーク、そっか、青い旗みたいなのがこのサブクエストが。ちょっとやります。困ったわね、この子ちょっと疲れちゃったみたいで、もう動けないっていうのよ。何か飲み物でもあればいいんだけど飲み物で動いちゃうんだね、その子は。悪いんだけどジュース、おっと、きた、パシられてるぞ、これは。アンニー、これはパシられてるぞ。ジュースを買ってきてもらってもいいですか。はい、何とかします。ごめんなさいね、変なことお願いしちゃって。じゃあヨカコーラっていうジュースを一つお願いできるかしら。了解。この子ヨカコーラが大好きなのヨカコーラいいね。そのさ、中途半端な感じに気をつけ、すごい隣からまた一人変な人来たよ。120円だと思うからそのお金渡しておくわね。わあ、どうしよっかな、このまま逃げる、逃げる、逃げる、このまま。いや、さすがにそれはちょっと人としてやっちゃいけないか。ちょっとヨカコーラを買うわ。ヨカコーラ、なんかさっき自販機があったんだよな。あった、ヨカコーラゲット。これで戻ればいいのか。ああ、間違った、間違って2個買っちゃった。何、自分の分を、何自分の分買ってんの。サブクエスト、はい、自分にお疲れみたいに、何自分の分思いっきり買ってんの。キウォッチ、キウォッチそういうところあるからな気持ち、すぐ自分に甘えたくなるところあるからな。よし、買ってきたぜ。さあ、お母さんにヨカコーラを渡しましょう。はい、ヨカコーラを買ってきました。早く飲ませてあげてください。ヨカコーラを手渡した。思いっきり振ってね、手渡したから思いっきり振って、開けた瞬間うわーってなる感じで手渡してるよ俺。助かったわ、本当にありがとう。ごくごくごく、ぷはー、冷たくておいちい。お兄ちゃんありがとう。どういたしまして。これでこの子も元気になりそうですね。簡単な頼み事でしたがバッチリ解決です。ウィズ、おっしょ、オッケー。こういうな、小さなコツコツしたボランティアがいいんだよな。これ結局なんかもらえんの、これ。何もらえんの。お見事、解決。あ、経験値もらえんだ、これいいな、これいいな、いいな、いいな。ちょっと、お、アイテムもらえんじゃん。10円ガム、練り飴、大きなせんべい。 お子さんからそれらのアイテムを俺が奪ってしまったのか、もしかして。ボーナスチャンス、何事。謎すぎてびっくりなんだけどえ、嘘、これ今俺なんかするべきだったの。え、超謎なんだけどマジか、何あれ。ちょっと面白いな。ちょっと次のサブクエ行ってきます。あった、あったー。し、見つかっちゃうから静かにして。おー、私服のアイドル、やばい。握手してください、写真撮ってください、サインもらっていいですかツイッターにあげちゃっていいですか。ん、なんだか訳ありみたいですね。私実は地元のアイドルやってるんだけど、しつこいおかげの人に見つかっちゃって、どうにかしてあの人たちに見つからないようにできないかな。なんとかしましょう。こんな時にはうってつけの妖怪がいます。妖刀ジミーの力を使いましょう。そうすればこの子の気配を消してあげることができるはずです。きた、もともとジミー用に塩を持ってる。どうすればいいんだ。何かいい方法を考えてくれたの、すぐに教えて。はい、この際何でもいいわ、教えて。これで大西持ってるから多分いいんだよね、そのまま。あのね、実は人に見つかりにくいおまじないがあるんだ。本当？
すぐ教えて。あ、これが追っかけか。そっちに行ったか。うわ、うぜえ。高校生、うぜえ。いや、こっちにはいなかったぞ。私服なんてレアだから絶対にツーショットを撮ってもらうんだ。俺は握手してもらってサインしてもらって、すごい、この二人がまとめて言ってることをさっき俺がもうすでに言ってる。プラスアルファツイッターに上げようとしてるから、不謹慎具合では俺のが上だな。とにかく見つけるんだ。よし、路地裏のも探してみよう。やばいぞ。なんだか危ないです。あー、こっちに近づいてくる俺の友達。出てこいジミー。これってさ、なんかさ、妖怪ウォッチメダルみたいなやつの時さ、妖怪メダルか、なんかあるんでしょ、そういうグッズとかがさ、もう直接あって出てこいみたいな。妖怪メダルセットオン。これ俺もなんか買って外でやろうかな。で、あのお兄ちゃんなんか怖いみたいな。いいね、来たジミー。お西拙者、陰ながらお助けするでござる。バレないバレない、地味になればバレないでござる。おどうなったんだこれ。あんまり変わってるようには見えないけど、こんなのでおまじないの効果あるの。あ、来たよ来たよ。おっと、気づかないで行った。ということはジミーの力で地味になって気づかれないってことは、アイドルの素質が。余計なことは言わないでおこう。すごい、本当に聞いたのね、おまじない。これで今日は気楽に過ごせるわ。ありがとう。大丈夫だよね、この呪いっていうかさ、おまじない解けるんだよね。解けないで一生気づかれないアイドルだったらかわいそうだよ。経験値ゲット。これでさすがはジミー、効果はてきめんですね。あの女の子も喜んでいます。これでバッチリ解決です。お見事お見事お見事。スタンプちょうだい。きたー、ありがとうございます。これいいね、なんかこのさ、サブクエストをやっていくパートっていうのもちょっと作ろう、毎回。いいわ、こういうの、こういうの好きだもん。なんか徹底的に遊ぶ感じ珍しい。なんか徹底的に遊ぶのってさ、あんまり。なんか来た、モラさん、なんかこれなんかする、なんかすればいいの。もう全然わかんない。タッチペンを取り出した俺に対して謝ってほしいわ、まず。まずタッチ、そして誰だお前ら。妖力のお札、ラッキー、ありがとうございます。で、あとサブクエはないかな。ちょっとごめん、一応探してくるわ。ラッキー、魚よしの蒔絵。ラッキー、魚よしの蒔絵。よし、ね、一応全部回ってきたんだけど、多分なさそうだから、ストーリーをちょっとね、進めようかな。これだよね、セーブもしたんでいきます。これで進むよね、多分。なんか2カ所ぐらいこの赤いピンのところがあったんだよね。あの妖怪が言ってた公民館の結界ってこれかな。確かに強い要求をビシバシ感じますね。結界を元に戻すんだよね。それならこのウィスパーにお任せください。私のみなぎる羊パワーであっという間に直してみせます。羊パワーって何。まあ気にしないでください。それじゃあいきますよ、それ。お、誰だ誰だ。うわ、ちょっと待って、強そう。こいつ仲間にしたい。もちもちちち、そうはさせん。もち、この町に張られた結界を解いて俺たちはもっと強くなる。もち、あ、戦闘来た来た来た。戦闘、もう戦闘結構好き。取り憑かれたりサボってる妖怪を攻撃すると容器がこぼれ出します。はい、これらの敵をうまく狙うことで素早く陽気ゲージが貯められます。うん、陽気ゲージをガンガン貯めてひたすら打っていきましょう。ごめん、なんかよく何言ってるかわからない。ごめん、よく何言ってるかわからない。まず戦う、まずこいつなんだよな。こいつのね、カブトムシの必殺がそこそこ好きなんだよね。これ一応なんか相性とかもあるんだもんね。はいはい、おー、勇者狙われてんぞ、勇者狙われてんぞ。で、いいでしょ、これでいいね。で、技打つ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 、あーそっか、真ん中のやつやっとけばよかったか。一応、あ、でも百裂日球ってこれさ、トータル全員当たる技だっけ。総攻撃、あ、いいじゃん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 。
いいね、完璧よ。オッケーオッケー、これでいいでしょ。でレベル上がって確かこれ HP 回復するんだよね。きた7レベル、いいよ。あ、 HP 上がった、 HP 上がってる。いくら300円、力の札。オッケー、いいじゃんこの調子、いいじゃん、めっちゃいいじゃん。ももちー、仲間になんないよねそりゃ、だって敵だもんね。ふう、危ない危ない。では気を改めて、それチチンプイプイ、結界を元に戻れ。ということはあと一箇所のところも。そんなに適当なおまじないで元に戻るの？チチンプイプイがもうだいぶ古いからだ。もちろんです。ほら見てください。見る見るうちに容器が消えていきます。うん、それならいいけど。さあ次の結界。じゃああと一箇所の結界を探しに行けばいいんだね。いや結界って厄介だな。これは滑る。よっしゃやるぜ。もう一個の結界の方をやっていくぞ。ここで合ってるよな。小豚 ATM コーナー。銀行の結界ってこれのことかな。容器がこれでもかと言わんばかりに漏れていますね。結界を元に戻すんだよね。それならこのウィスパーにお任せください。さっきもこの会話やったよな。有能な執事にあれば、執事である私の手にかかればこんな結界ちょちょいのちょいです。執事ってそんなことまでするんだ。細かいことを気にしてはいけません。それじゃいきます。それ、誰、どんなモンスター来んだろう。人が欲しがるものは何でも欲しい。だってそれは自分のものじゃないから。だからそこから出てくる力も欲しい。他人の力で強くなる。横乗りって最高。こいつには勝てる。さっきの力持ちより勝てる。力持ちって明らかに。ちょっと待って、回そう。この3体でいいかな今回は。フライデーのお世話発動。フライデーのルーズ、あ、いいね。戦おう。技、こいつのシャトザ見たい。なぞる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 。オッケー、これでオッケーかな。あ、フライデー続くか。 HP がちょっと弱いのか。どんより法、これでどれぐらい食らうんだろう。あ、いい、いいじゃん、いいよ。で、これどんよりしててやる気なくしてるでしょ。で、フライデーの両隣、あ、両隣、あれでも HP、 ほんとだ、伯爵の HP 回復してる。いいね。途方の方で食らわせる技回す。フライデーの人だってどんな技だ。あ、いいね、この回復してる。あ、やばい、一緒に出てきてる。あ、やばい、めっちゃ回復されてる。愛のビンタ、これどれぐらい食らう。32かよ。こうしよう。で、技でこうしよう。なぞるなぞるなぞる。オッケー、これで必殺技でどれぐらい食らうんだろう。結構まあいい戦いしてると思うんだけどな。地味な一発でしょ。で、これで食らわせて、よし、オッケー、完璧よ。ググ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 グだわ。ここで江戸晴美を出す俺の古さね。さて、まあ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 、5666777。あ、いいじゃん。このさ、みんなわかると思うんだけどさ、こういうちょっとパーティーに愛着が湧いてくるとより一層楽しめてくんだよな。さて、このさ、妖怪、一応これで、ひどい、まだ横取りしてないのに俺のものじゃ。一応結界が元に戻って、悪いの悪いの、飛んでいけ。結界を元に戻れ。ウィスパー強いそうだな。なんか俺さ、ちょっとごめん、これ俺は知らないよ、この先どんな展開なのかとか全然知らないんだけど、俺ちょっとマジで一つ言っていい？ウィスパーってさ、めっちゃ本当は悪いやつでラスボスな気がする。あ、なんかこれ合ってそう。やべえ、なんかそうなったら展開超面白いな。今のすごく適当じゃなかった？なんか途中まですごい仲いいんだけど、なんか途中ね、ブラックウィスパーみたいな感じで出てきてね、というね、妄想。まあそういうのも先を気になりつつストーリーを進めてっか。お、これで3つの結果を元に申し上げた。思い出してください、キヨッチ君。バクロバーは妖怪が化けていた男は小学校から歩いてきたと言っていました。この情報から推理できる答えは一つ、小学校です。オッケー、小学校に行きまーす。レッツゴー。その前に回復していくわ。こっちこっち。
あ、ちょっと待って、このゲームやっていい、ごめん、このゲームやっていい、ごめん、このゲームやりたい、このゲームをやりたい。申し訳ない、もうこいつに夢中になってる、俺今こいつに夢中になってるわ。もういい、赤信号、もう知らねえ。こっちこっち行く、俺はこいつについていく。あ、待って、なんでストーリー始まっちゃうんだよ、バカバカバカ。そうです、キョウチ君探してみましょう。バカ、どこ行った、いた、ちょっとこいつ、これ先やっていいっすか、これ先やっていいっすか。何が出るかな。お、何何何、もう戦闘戦闘、マジで急すぎ。これめっちゃ強いとかじゃないよね。わ、え、めっちゃ強いやつじゃねえな、これ絶対に強くないやつ。たまにすっか。あー、勝っちゃった。あ、かえ、これ勝っちゃうんじゃない、あれ、これ勝っちゃうんじゃない、適当に待ってれば勝っちゃうんじゃないかな。はい、適当に待ってれば勝っちゃいます。それぐらい今の私が強いという証明ですな。でもこれね、ちょっとね、みんな俺何する、何しに行くか分かんないと思うけど、今戦闘したじゃん。戦闘し終わったらね、確実に俺はね、回復しに行くよ。あ、やばい、俺の鬼ごっこがまた始まっている。これは無限ループというやつなのだろうか。いや、赤信号など構わない。そして学校へ行くんだろう。先回りしておこう、ここだな。アイテム来い、アイテム来い、敵じゃない、アイテム来い。来た来た、ラッキー、証言技師もラッキー、これラッキー、これ超ラッキー。セーブします。さあ挑むぞ、これがラストっぽいな。どうやらこの町を包んでいる強烈な妖気はここから出ているようです。このままでは町が悪い妖怪だらけになってしまいます。じゃあ早く結界を戻さないと。それでは早速、誰来る、来るぞ絶対。これは恐ろしいほどの妖気です。気をつけてください、キウォッチ君。どっから来る、きゅ、え、ある、え、はい先生、いいですか先生、一ついいですか。急にそういうのダメじゃないっすか、なんか規模違くないっすか。これね、降参、もう俺降参。ギョロロン、我が眠りを妨げるのは誰、ギョロリ。なんかすっごく強そうなのが出てきちゃった。うらー、力がみなぎってから数百年ぶりの陣営ギャル。まずは手始めに貴様らを食うてくれる、ギョロー。いやいや、ダメでしょ、これは、これはちょっと規模違うっしょ。待てよ、普通の妖怪より凶悪な兄弟、弱点を探せ、それがボス妖怪です。ボス妖怪は友達妖怪にはなりません。もう先に言わないでくんない、ちょっと俺期待してたんだから先に言わないでよ。よく観察してどこを狙う、いやこれ目でしょ。だってもうさ、左上に目玉はどこにって思い切り書いちゃってんじゃねえかよ。まあちょっと最初は、まあ、このパターンだな、このパターンでいこう。戦う、狙う、狙うよ、目玉、目玉、目玉、待って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 、これどうすればいい、これどうすればいい、とりあえず進めよう、とりあえず進めよう、とりあえず進めよう、目玉が出てこないからとりあえず進めよう。一旦進めて、こっちを愛のビンタで、で、これで技で、こいつもやっちゃおう、こいつもやっちゃって、きた、目玉、きた、目玉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 いこう、目玉いこう、目玉いこう、目玉こうでしょ、目玉こうでしょ、で、伯爵で、目玉いってるよね、これ目玉いってるよね、多分いってるんだよね、これ合ってるよね。というので食らわして、これ出てる間に、あー、狙うで技 OK、 100列拳、複数100列やりたい。目玉が出てるうちに攻撃、やばい、やけどしてる、すごい、やけどなんてあんの初めて知った。目玉、目玉、いき、早く早く早く、よし、早く早く、百列日給、行こう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 、これで下ろそう、バロ出すよ、はい、来た来た来た、なんか敵すごいことやろうとしてる、敵すごいことやろうとしてるよ、やばい、なんか強そう、超強そう、行こう、ミンミン切りで、これトータルに食らせるんだよね、いいよ。こうして技 OK、 なぞる、お祓いしなきゃいけない、これ食らってんのかなっていうか、それが分かんねえや、
いいよ、食らってるな。これ多分食らってんだよな。これ食らってんだよな。東方の方でお払いしなきゃいけない。これお払いしなきゃいけないよ。お払いで回せ、はい、回す、回して、これでお払い OK。 お払いから経験値ラッキー。これあと待ちだよね。あと待ってるしかないんだよね。これ狙ってるし、なんか攻撃してくんねえかこれ何してればいいんだろう。これ俺何してればいいんだろう。これこれ何すればいいの。なんかえ、これ俺何してればいいんだろう。え、何かすればいいのこれ。なんかただのいじめになってるけど、これ何すればいいんだろう。待つよ、とりあえず待つよ。待ちます。あ、なんか来た、狙う。ラッキー。で狙ってこいつ狙う、戻る。まあ一応待ちで、あ、技来た、技来た、技オッケー来た、技オッケー来た、技オッケー来たから、ダンス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 、やばい、やけどしてる、やけどしてる。小田回復、小田回復、ナイス、いいね。そういうの、ボス戦盛り上がんな、これ。正直もう喋んないでやりてえもん。で、技狙う、オッケー、回す。愛のビンタがそこそこ強いから、これで、行って、小田の必殺技出す前に変えよう。表より変えよう。まだあ、やべ、おだやっちゃった。まだ終わんないの。結構強くないですかこれ、ボス。でもメンタルどこ行ったんだろう。で、おだの方法の方で行って、食らわして、あとこうか。これでどうすればいいんだ。待ってるよ、とりあえず待つよ。あ、来た、狙う。あ、狙わない、狙わない、戻る戻る戻る。来た、狙う。こいつ狙おう。いいね、こいつ狙っちゃおう。で、技、あ、技来た、技 OK、 技来た、技 OK、 技 OK、 来た。打つ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 。これで目ん玉あるけど、この目ん玉狙うので合ってんのかな。どれぐらい食らってるか分かんないしな。百列日給がどれぐらい当たるかも分かんないしな。ダメージがどれぐらいなんだろう。10、12、11、11。あ、来た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 、よっとあのしー。いや、別にそんなすげえハマってるわけじゃねえし、まだ妖怪ウォッチそんなハマってるわけじゃねえし、全然まだ妖怪ウォッチ何流行りでしょっていう感じで見てるだけだし、全然だしドハマり症候群。なんだいこのシンプルバッチって。こういうバッチを集めてく感じ、急にトレーナーな感じ。お、やりましたね。え、超かっけえんだけど。何これ。おいおいおい、4つ言いたいことがある。まず1つ目、あいつ超かっこよくね。2つ目、最初から出てこいよ。3つ目、仲間になれよ。4つ目、ごめん、3つでしたしかしもう大丈夫、気配は消えました。誰かわかりませんが助かり、わかりました。まあ、ちょ、前ね、うん、そうだね。あの妖怪を倒したなんて一体誰だったのか。さあ、見かけない妖怪でしたが、いや絶対仲間になるっしょ。もうえ、もうあいつの仲間にしたいがために俺はやってくよ。あ、うん、そうだね、よろしく、ウィスパー気持ちくん、よろしくなんて感激です。それじゃあ張り切っていきますよ。結界を閉じろ、ゴマ。なんだそれ。いいね、今日ここにしよう。あたりに満ちていた容器が消えていました。決めてもらいました。名前もう噛みまくっちゃうね。ウィスパー、町にあった結界はあの強い妖怪を封じ込めるものだったのかな。それはわかりませんが、この桜ニュータウンには大きな謎が隠されている気がします。ま、どうにかなりますよ。今回もどうにかなったんですから。そっか、そうだよね。さあ、うちに帰りましょう、キウォッチ君。
面白かった。続く、じゃあ次回だな。どうもどうも。今みんなの画面には黒い猫とかがいる、すげえ手抜きの何かが映ってると思うんだけど、説明します。単刀直入に言うと、チャンネル登録を良ければしてほしいんだよね。まずパソコンの人はこの画面上部のチャンネル登録はここをクリックじゃーっていう、あまり面白くない分ここから飛べばね、登録できるかと思います。次、スマホの人は、動画説明文のチャンネル登録よろぶ、もうこれに至ってはつまらないこれに至ってもつまらない分なんだけど、そのね、矢印の横にある URL、 そっから飛んでもらえればチャンネル登録ができるかと思います。それではチャンネル登録していただければ、俺の肘とかもな肘が治る気がするんで、別に怪我してないんだけど肘治るんで、よろしくお願いします。